やるっきゃねえよな。また威勢のいい子って。死ぬ気で踏ん張れ。チャンスだ。仕掛けるぞ。なんでこんなところに女が。金目のもんを置いていきな。No!
大暴れさせてもらうぞ。つけられちまうな。出くわした相手が悪かったな。夢だなこれ。潰しても問題ねえよな。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ。よくも仲間たちをやってくれた。虫が収まらねてやつを前に出ろ。なめてんじゃねえぞ。
夢。こいつは俺にとって夢なのか。俺は俺の国を手に入れる。違う。グリフィスの言うような具体的で到達点のはっきりしたものじゃ、高みで輝いているものじゃない。そう、これはもっと身近で俺の体の一部みたいなものだ。こいつのおかげで数えきれないほどの一瞬命をつなぎ、こいつがあったから俺はまた七に身を投げた。俺の生きてきたほとんどの時間、こいつは体の一部として傍らにあった。忘れられないこと、忘れられない人間、その全てを俺はこの切っ先で握った塚を通して感じてきた気がする。いや、実際手で触れたものより剣で触れたものの方が何千倍も多いんだ。まるで俺が生きてきたことそのものじゃねえか。自分の命そのものが一瞬目の前で弾けているような気がする。火花、俺も惹かれているのかな。火花に剣と剣が弾き出す小さな火花、自分と相手の生きてきた時間、全ての思い、存在そのものをぶつけて散らすちっぽけな光、命が見えているんだ。俺は剣を振る。グリフィスの言う夢ってのとは違うかもしれないが、誰のためでもない。流されるわけでも、今度こそ自分の意志で、自分の一瞬の火花を弾き出すために。やるっきゃねえよな。旅立ってから1年が経過していた。腕に自信のある者はおらぬか。功をあげれば褒美は思いのままぞ。何があるんだ。近々領内で大掛かりな盗賊狩りがあってな。貴様腕が立ちそうだが参加してみぬか。悪いけど興味ねえな。俺は強そうな奴と手合わせしてみたいだけなんでね。それならば問題ない。族の女統領というのが何でも大の男10人がかりでもかなわぬ凄腕の剣士らしい。女？1年前、都で反乱を起こした元傭兵団、かの百年戦争では随分と活躍したらしいが。そう、鷹の段だ。鷹の段とその女首領のキャスカだ。なんだと。
様、鷹の段のものか。くそ、仲間を呼んでくれ。なんで鷹の段が狙われてやがんだ。王の命令だ。悪く思うな。マジで殺しに来てやがる。先を急ぐか。ごときが鷹の段の噂本当みてえだな。敵に侵入されただと。者ども出会え出会え。襲撃前に侵入者とは。この国の剣術は単調で幅が狭い。歴史深き我が格闘術の前では子供が木切れを振り回すことと何ら変わらぬ。異国の武術、何者だこいつ。面白い動きしやがる。大道芸でも食ってけるぜお前。よし仕掛けるぞ。よくやった。との決着はまた今度だ。攻撃開始。逆速鷹の段を打ち取れ。くそ、そういうことかよ。Yeah!
いいところに現れやがってよ。ヒットしろ。切り込みたい。ガッツ大将。隊長の戻りだ。切り込み隊の意地を見せろ。あとは樹道とキャスカか。
ここは大丈夫だ。キャスカのところへ行ってくれ。部下どもに降伏するよう命令するならばよし。でなければこのままそっくり切り落とす。三つ数える。選べ。一つ、二つ、三つ。やっ、大道芸人相手にへばってんじゃねえ。ピリッとしろよ、仙人長。貴様が鷹の段の切り込み隊長だったとはな。道理で手ごわいはず。貴様に我が当術の武具を打ち破ることができるかな。つくづく大道芸人が似合ってるぜ、あんた。剣士にしとくには惜しい。人雷のごとき威力の我が武術最強の武具、よくと味わえ。
前に。信じらんねえ。あのグリフィスがどうして。ガッツが出て行った後、グリフィスすごく落ち込んでたよ。俺思うんだけど、グリフィスはきっとガッツとのことで。この1年で仲間は5分の1に減っちまった。もう軍隊なんて呼べた代物じゃない。だがそれでもマシな方さ。キャスカがリーダーをやってなかったら鷹の団自体残っちゃいないよ。正直あいつには少々酷だと思う。しかし今の俺たちには他に選択の余地はない。生き延びるためには。ま、俺たちだってただ逃げ回ってたわけじゃない。近いうちにこの1年練り込んだ計画を実行に移す。グリフィスを救出する。ここに残った連中はボロボロさ。だが抜けようってやつはいない。誰もここに残れと強要しているわけじゃないんだぜ。結局ここに残った連中は骨の髄まで鷹の団ってことさ。勇気だの意地だのだけじゃどうにも割が合いやしない。グリフィスを助けるんじゃない。グリフィスなしじゃ始まらないのさ、鷹の団は。いいもんだな。なんだか帰ってきたところが変わってないってのはいいもんだ。それはそうと、お前の方は何をやってたんだこの1年。山にこもってこいつを振ってた。で、見つかったのか例の。正直まだわかんねえ。だけど一つだけわかった。いや、感じた。どうやら俺はこれを振る以外のやり方じゃ何も実感が持てない。何も答えを出せない性分らしい。真顔でそこまで言えりゃ上出来じゃん。よろしく頼むぜ、切り込み隊長。元切り込み隊長だろ、コールカス。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。まあ、昔のことは目をつぶるとしても今のてめえは正真正銘のよそ者だ。けじめだけはきっちりつけろよな。ああ、分かってる。
構えろ。ちょっと待て、今のさっきこもってたぞ。おい、アスカ。なめるな、剣を抜け。相変わらず無茶苦茶なやつだな。理由を言え。お前のせいだ。ん？お前が全て壊した。お前のせいだ。グリフィスも鷹の弾もお前がめちゃくちゃにした。俺が、なんで。そこまでバカか、お前は。グリフィスが欲しがったのはお前だけだ。お前だけがグリフィスの隣にいたんだ。お前がグリフィスを弱くした。グリフィスは、グリフィスは、お前がいなきゃダメなんだ。私はグリフィスの剣にも女にもなれなかった。本当は分かってたんだ、私の入る隙間だってとっくになかったんだって。私が必死にやってきたのは、そうでもしないと自分が消えてしまいそうだったから。キャスカ、でももういい、私疲れちゃった。あとお前がやれ。何考えてんだ。いいか、てめえは金輪際崖に近づくんじゃねえ。二度も三度も引きずり落とされたんじゃたまんねえぞ。私から全てを奪ったやつの殺してやりたいと思ってるのに。いつも怪我してるな、私のせいで。いつも血流してるな、お前。バーカ。
されざる者どもの王子よ、怖いやつたまわりたく。地で相まみえようぞ。我らが眷属、渇望の福王よ。